はい、整体師の山本です。今日のテーマは首を動かした時に音が鳴る時の改善方法をあなたにお届けしたいと思います。首をこのように動かした時に音が鳴る時、この原因がこの前腕の硬さだった場合、今日あなたにお届けするセルフケアが効果があると思いますので、ぜひ最後まで見てください。首を動かした時の音の原因が、ここの場合のセルフケアをやっていきます。まず手のひらをこのように上にしていただいて、肩の高さで止めます。この状態で手をですね、このような形を取ります。そして今度は壁を使っていきます。壁にこのまま手のひらをですね当てて、そのまま壁を軽くこのように押すようにしてください。前腕がとても硬いあなたは、もしかしたらこのぐらいで腕が突っ張ってるかもしれません。その場合はこの状態で深呼吸をしながら30秒間キープしてください。もっと余裕のある方はこのように腕と体をまっすぐにします。さらに余裕のある方は顔を壁と逆の方向にこのように向けます。この状態で30秒間深呼吸をしてキープしてください。今行ったストレッチは片側のこの前腕だけ硬ければこちらだけでいいですが、もう片方が硬ければこちら側も同じようにストレッチして、そしてビフォーアフターでこのように頭を動かしていただいた時に音が減っている、もしくはなくなっているのであれば、あなたの首を動かした時の音の原因は前腕の硬さにあったということになります。このセルフケアが効果あった場合は、1日に2回、朝と晩、これを2週間やってみてください。今日の動画は以上になります。この動画が役に立ったと思われた方は、いいねボタンやチャンネル登録をお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。今日も動画をご覧いただき、ありがとうございました。